文化系トーク YouTube グランパンパースです、ワクチンを打って2日経ちましてね、昨日はちょっと頭痛とかが少しあって、熱はね朝に微熱が出て、あんまりその後はあんまりっていうか上がらなかったんですけど、もともと偏頭痛持ちっていうのもあったりしたんでね、私がねあったっていうか、だから夕方ぐらいまで結構頭痛みたいな、軽い頭痛みたいなのはしてまして、でまあ、今朝起きましてね、そしたらもうすっかり良くなってね、うん、本当に、綺麗に1日経ってて、2日目になったらね、亡くなりました。で、ワクチン1回目の時は腕の痛みっていうのは結構あったんですが、2回目は腕の痛みっていうのはほぼほぼなくて、で、なんか頭痛とかそっちの方になってましたね。で、このワクチンの話を最初にしたっていうのにもちょっと意味があるんですけど、まあ先日というか昨日ですね、昨日そのちょっと頭痛がぶっちゃけた話しながらの状態で撮った動画で、日本レコード大賞に関する動画を上げさせていただきました。まあ要するに、ね、TBS さんで毎年やってる、レコード大賞ですけど、そちらの方で、私がちょっとね、もしかしたらフェアじゃなかったかなっていう感じの、動画の内容になってしまいまして、ただなんでしょうね、私としてはちょっとレコード大賞を取れなかったことに関してベスティの方の一部がちょっと嘆いていらっしゃったので、そこに関してこういう感じなんですよっていうことで、取れなかったからといって嘆くことはないですよっていう形の、そういうつもりで動画を撮ったんですが、まあでも少しね配慮が足りなかったなっていうことを感じまして、まあレコード大賞自体をもうディスるっていうつもりは自分の気持ちとしてはなかったんですけど、まあ結果的に自分で動画を見てみると、まあ確かにちょっとレコード大賞に関してディスってるような感じの内容にも見えてしまうなっていうか、特にミニでもありベスティであるっていう方のために配慮が足りなかったかなというふうに思いました。で、やはりベスティとして結局BMSG の理念として、全ての価値観っていうのをなんていうか共有するというか、価値観を認めるっていうところなのに、そのいわゆるレコード大賞っていうのが形骸化しているみたいな感じの自分の感性が先に出てしまって、だからレコード大賞っていうものの価値観っていうのをちょっと認めるっていう部分が自分の中で足りなかったのかなっていう気がしておりました。動画の中で、もともとは日本の歌謡曲とか J-POP をこう構築してくるためにすごい重要な賞だったっていう風な話を自分でも一応していて、それでまあ自分としてはそれで配慮してたつもりだったんですけど、ただやっぱりそんな一部のことを言ったところで、自分の本心としてもともとのね思っている、そういう形骸化しているっていうようなところの話っていうのがどうしても気持ちの中であったらしいっていうね。で、あとですね、まあ、その INI と BE:FIRST がデビュー日同じなのに、デビュー日が同じなのにっていう話で、ロケッティアですね、INI のロケッティアが、いわゆる9月26日に先行配信が行われていて、で、まあ、要するに前年11月から、今年度の10月までに発売された新譜というかね、新しいシングル CD という言い方しますが、まあ、まあ、ロケッティアを、まあ、いわゆる10月までに発売をしていたと。で、BE:FIRST のシャイニング1に関しては、プレデビューだったのでっていうような形だと。で、まあ、シングル CD っていうのもあるが、配信も含むっていう形で、にレコ隊の方では、まあ、ノミネートしてるっていうことなので、まあ、だから、もともと BE:FIRST のギフテッドに関しては、11月に配信が開始したので、まあ、11月1日だったので、まあ、だから、要するに、そこの部分はね、そもそもノミネートされていなかったっていうような話もあります。で、ここはだから、その BMSG にしても、ラポネにしても、ラポネは INI さんの方のね、事務所ですけど、両方の戦略だったのかなっていう形で、まあ、そこは、まあ、お互いの住み分けっていう意味合いで、非常に、二つとも事務所がクレバーだったな、ということなのかなっていう気がします。つまり、その INI として、まあ、10月までに、そのロケッティアの配信を始めて、レコード大賞にノミネートされるようにしたということと、それから BMSG が、11月1日っていう形で、あえてそこから、配信開始したっていうことで、ってことは、まあ、BMSG としては、そもそも、レコード大賞自体は狙っていなかったっていう形にもなるし、まあ、この11月っていうところが、実は、これが、もしかしたらですけど、重要な話で、新人賞というのが、対象年度が前年11月から当年10月っていう形なので、11月1日に配信開始したってことは、BE:FIRST としては来年を狙っているのかなっていうのを考えられなくもないと。まあ、レコード大賞自体に、
BMSG がどのような感じで考えているのかっていうのも分かりませんが、可能性としては来年を狙うために、いわゆるこの前年11月からってことがあるので、11月1日っていうことは来年からすると前年11月なのでね、そういうことももしかしたら含んだ上でっていうことだったら、あ、BMSG はクレバーだなっていう風になるので、まあそういう可能性もありますなっていうことですね。で、いわゆるそのね、顕著な活動を展開して対象に支持されたものっていう風に書いてあるので、まあそうなのかなっていう。あの NiziU もね、今年定価フィクチャーとかでね、あの撮ってますけども、レコ隊の方でね、あの彼女たちのデビュー日っていうのが実はあの、昨年の、12月2日かな、ステップ&ステップでデビューしたと。メイクユーハッピーね、縄跳びダンスのメイクユーハッピーはあれプレデビュー楽曲なので、まあ BE:FIRST のシャイニングマンと同じ感じなんですが、まあ NiziU に関しては昨年の日本レコード大賞で特別賞を受賞しているので、まあシャイニングマンもいけるかもしれないなって思ったりはしましたが、まあそこはその、そうですね、NiziU さすがだなっていう形で、ちょっと話がずれますけど、あの BE:FIRST をこのなんていうか追っていくようになって、改めて NiziU もすごいなっていうか、そういうことが改めて思ってきてはいるので、やっぱり歌番組とか見ててもね、 BE:FIRST はもちろんですが、 NiziU のねパフォーマンスってさすがだなっていう風に毎回思うわけですよ。ただ本当に INI に関して、あのデビューしたばかりの新人グループっていう形で、あの本当に1ヶ月、ね、前ぐらいのデビューというか、あのデビューしたばっかりでレコード大賞に新人賞で、そういう形っていうのはあの素晴らしいなっていうふうに思いますし、ここに関する配慮っていうのがまさに足りなかったし、その9月とか10、9月に配信されていたっていう話も、私がもうすっかりベスティーとなっていたっていうところもあって、それ自体は私としてはすごく嬉しいなって思ってるんだけど、もともと INI っていうグループに関しても NiziU2 ずっと見てましたし、その注目をずっとしていたのにもかかわらず、あのデビュー日とかね、そのロケッティアの配信日っていうところに関しての、そこの部分の情報っていうのをもっとあの情報をね、あの精査してから動画として上げるべきだったなっていうところもありますし、でね、やっぱり前回あの言葉が足りなかったかなっていう気もしたので、 INI さん本当にレコード大賞新人賞ね、おめでとうございます。あの特にミニさんのね、あのツイッター見ると本当に喜んでいらっしゃるので、なんかそこに関して水を差すような感じのことを言ってしまったのは、まあ、本当に申し訳ないなと思っております。大変失礼いたしました。で、これは本当自分自身の反省点っていうことになるので、今回の件だけっていうわけじゃないんですけれども、やはり体調があんまり良くない時に、まあワクチンの副反応でちょっと頭痛とかがしてる時に、あの少し頭の働きがいつもよりもね、まあ普段がそんなにいい方じゃないんだけど、いつもよりも良くない時に、あの情報とかをいろいろ仕入れて、そこで動画としてとか、あるいは SNS として出すっていうのはあんまりね、あのよろしくないんだなっていうふうに思って、そこは本当に反省をいたしました。ただ今回本当にあえて、実はあの第1回レコード大賞の画像というのをあの見つかったので、あの貼らさせていただいてるんですが、なんか非常に味があるなっていうふうに思うんですけれども、あのそうだ、2016年ぐらい の佐藤さんって方の記事なんだけど、あのこちらの方リンク貼っておきますので、よろしかったら見ていただきたいのですが、レコード大賞というものが本当に一番最初、いわゆるメリットとか権威なんてものが全くなくて、でお金もなかったから、運営委員長の古賀正夫さんって方が自分のお金で穴埋めしたとも言われてたりとか、本当にそういう日本の音楽の底上げをするっていうことを念頭に置いて立ち上げたものだったわけですよ。で、なんか客席も閑散としてだって話だったりするし、表彰式後に催された祝賀会も会場の前の喫茶店で紅茶とケーキで歓談するっていうささやかなものだったっていう話もあって、こういう話を聞くとなんだかすごくあの誇りするなっていうふうに思ったりもします。で、この黒い花びらっていうものがね、あの曲が有名な曲ですけど、こちらが脚光を浴びて、実はこちら あの作詞をした A 六輔さんがその後有名になったわけだけど、まあ、第1回っていうのは普通権威のあるものを選んだりするでしょ、全く無名人のたちのものをトップにしたっていうのは偉いというか、審査員の良識だったと思うんですっていうふうに A 六輔さんも語っていらっしゃるっていうのもあるし、まあ先ほども言ったかもしれませんが、日本の音楽を底上げするためにあの作り上げたものだったわけで、実はそのこの A 六輔さんと坂本九さんの上向いて歩こうという曲が、それからこれから4年後にあの全米チャートに1位になって、もう世界中で大ヒットするっていうのがあったわけでして、まあ日本の音楽の底上げをするっていうことだったりとか、そのいわゆるその形骸化したものというのを打破するっていう意味合いにおいて、その現状ではなく、その かつての一番最初の発足の時の日本レコード大賞、こちらは言ってみればこの令和に BMSG がやろうとしていることを、あのやろうとしていたその大先輩のやったことだったので、やはりだから私としてもレコード大賞というものに関し
そこの部分も紹介しておかないとフェアではないかなというふうにも思いましたので、そしてあのね INI のファンミニの方もレコード大賞というものがそもそもそういうものであるっていうこともこちらも共有させていただくことで、まあ、今回の動画とさせていただきました。はい、どうしてもね、あの言いたいことは今日言っておくっていうふうなことを最後に言っておりますけれども、まあ、そういうあの自分の言いたいことをある意味結構ズケズケ言っちゃうタイプの動画の撮り方というか語りをしているものですから、やはりねこういうことっていうのは、まあ、今までも何回かありましたし、今後もしかしたらね起こるかもしれません。その度にあのコメント欄などでいろいろご意見もいただきまして、それがとてもありがたいので、もしよろしければ今後ともいろいろご意見を聞かせていただけると嬉しいなというふうに思います。この言いたいことを言うっていうパターンのあの動画の撮り方は今後も変えることはないと思うんですが、ただあのやはり配慮が足りなかったっていうところとかご意見とかで、あ、もともだなって思うことに関してはやはりあの自分でもそこはあの反省もしていきたいし、それからあの BMSG というねあの素晴らしい理念を持った会社のあのグループ BE:FIRST を応援している立場としても、やはりフェアにあの全ての価値観というものをあの認めるっていうか、そういう形のことを自分自身の魂にも再び刻んでいきたいと思います。はい、まあいろいろと語らせていただきましたけれども、今後もよろしければコメントなどでいろいろとあのご指摘いただけると非常にあの嬉しいです。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。